僕がその修行したところの、 あの三河地方、あの愛知県の、はい、三河の西尾あたりですけど、修行先の近くにあったあの吉良幸助之助の菩提寺、であの化蔵寺っていう寺があって、で僕はよくその修行の日にそこちょっとこう、まあ、落ち着くと思ってよく癒しに庭園を見に行ってたんですよ。岩組とさつきの刈り込みだけでもう大体それだけで表現されているような庭なんですけど、もう縁側がすごい広くてそこに座って見てるとただなんか時間を忘れるぐらいぼーっとしちゃって、こうなんかこう遮断されたもう異世界の空間って感じがしてて、なんかそこにいるとすごく落ち着きます。でなんか池の中にはもともと砂利があったんですけど、時間が経って全部杉苔でもう全部苔になって、すごく古さを感じれてすごくいいんですよね。本当にその当時の吉良幸助之助の時代からずっと、まあ、300年ぐらい今ですけど、すごい語っちゃいました、すいません。すごい誰でも昔知ってるような庭ではなくて、すごい僕にとって思い出深い庭ではありますね。はい、でも今のね、あの村雨さんのお話聞いてから、まあ、こう思いついたのが、あの天長寺の、うん、あれ補助の庭だったっけな、そこの改修をやった造園さんがあの解説してくれたんですけど、私その時もう何も知らないで、はい、小庭の庭とか洋庭やってみたいんですよねって言ったら、そしたらそこのお庭って芝生にあの松が何本か植わってるだけで、はい、それをその人が指さしてこれ小庭の庭だろって言ったんですけど、もう英語の小庭は信用ですよね。ええ、だからなんかすごく自分の凝り固まったのをあの解いてくれたっていう意味で自分はそこが好きなんですけど、いやいや、日本庭園 の、 あの可能性をから狭めてたのを広げてくれたあのお庭だったなっていう、いいあの思いがあるんで、そこが一番残ってるかなっていう感じですね。はい、いや、なんかすごく深い話でいいですね。いいな、長くやってるとそういうのもあるんですけど。そうですよね。その庭を作ることもあの庭を手入れ維持することも結構僕は同じものだと思ってて、その、まあ、もちろん違いはいっぱいあるんですけど、あの庭師さんによってみんないろいろ意見とか考え方あると思うんですけど、全ての木はより可能性を持っているので生き物ですから、手入れするたびに今僕はこの樹角、この、 あの木の価値をあのどうしたら上げられるのかっていうのを常に考えてて、なのでその、まあ、1年伸びた分を切り戻すだけじゃなくて、常にその木の持っている可能性を引き伸ばしていくっていうのが僕の基本の考え方です。でもそれも親方も一緒だったので、はい、それは結構大事にしていることですね。このお庭の案内した時に400年って言ってましたけど、まあ、駅伝だか離伝だか距離は分からないですけど、まあまあ、大難走者なんだろうな、うん、第一走者じゃないってだけで、あの多分その助けを渡されてるっていうことが維持管理で、でそれを自分で終わらせないようにあの次の人にこう受け渡していくっていうのがあの役目なのかなっていうのと、あと、まあ、あの私どもの庭なんていうのはあの古典だと思うんですよね、うん、クラシックだから、あの古典っていうのはもうあの若くも、ね、あのやられるじゃないですか。ただ演者によって違うっていうところで、あのそれを引き継いで やりながら引き継いでいくっていうのが維持管理なのかなっていうふうに思ってますね。はい、僕はまあ本当に何とぜ一番好きなのは黒松の手入れですけど、本当に松の手入れはそのなんか今はやってるんですけど、もう本当に修行が結構厳しくて、親方1年2年ぐらい絶対ハサミを持たせてくれなかったんですね。でハサミをやっと持たせてくれた時にもやっぱりそこは2年ぐらい経たないと松の手入れだけはやらせてもらえなかったんですね。だからずっとこう憧れの存在だったんですね、松を触らせてもらうっていうのが、まあ、もちろんそのあの虫だったりとかはやってたんですけど、でもやっぱりずっとその憧れが残ってて、庭の中でまあ、これは勝手に思ってるんですけど、松の樹角が一番位が高くてもう庭の王様だと思ってるから、なんか自分の腕もなんかそこでこうなんかそれを基準に判断っていうか、あのなんか見られてる感じがあって、技術も向上させたいし、なんかいつもワクワクしてやる手入れはもう松の手入れですけど、
私はあの全部好きで全部苦手ですね。ああなるほど。まああの特に好きなのは逆に真鍋さんはあの黒松って言って主役を言ったじゃないですか。はい、だからあの主役を引き立たせる脇役的な帝国の動乱ツツジだとか、はい、アセビだとかの手入れっていうのがすごくあの好きですね。あ、うん、それで、ね、あの主役が引き立つようにっていうのが、うん、なんかすごく好きで、うん、あの掃除だけじゃないんですけどあの際、うんうんうん、際 の, あの処理をやっぱり最後はやんなくちゃいけないっていうで、あの掃除が大事だって言われても若い時って掃除ってそんなに大事に思えなかったんですよ。そうですね。で自分の手入れができるようになってそれをよく見せるために掃除がすごく大事だっていうのを気づいてから掃除をしっかりする、うん、ある種劣等生なんですけど、あのキワキワ の, あの処理の仕方っていうのをきれいにするだけでそのものを格が上がるっていうのを、覚えたからそういうふうには心がけてますね。掃除は、本当に僕もその後から気づいたんですけど、その、まあ、本当にその1年間2年間掃除ばっかりやらされてなんか嫌だなって思ってた時期もあったんですけど、効率良い掃除の仕方とか綺麗な本当に順番に綺麗にちゃんとやっていけばそこで最後に残された時間で僕はハサミを持たされてじゃあちょっと親方を見た真似でちょっと切ったりとかできたのであのそこを基礎をちゃんと学ぶことによってそれが自分の成長に一番早くつながるんだなって分かった時にはやっと好きです。ちょっと掃除を好きになったっていうかその例えばじゃあ松の剪定でも他の剪定でも全ての作業をその技術を習得するために一番大事な基礎の部分だと僕は思ってるんですよ、ですけど精神力あのその忍耐力だったりとかあの多分掃除ができないんだったら一日松登ってずっとこう集中してもう松の手入れもできないと思ってもうステップですごく理にかなってるプロセスかなと思います。私はあの規制っていうものには全てその勢いの方向性っていうのがあるじゃないですか。それは木によってもそうですし石によってもそうですし、まあ、それは木姿とかって言われたりするんですけど、そういったあと 石の摂理だとかそういうのをあの見立ててこう据えたりとかするのをちょっと見てもらうと、あこの石はこっちの方向いてるんだなとか、あのこの木はあのこっち側に勢いがいってるんだなって、あよく考えたら南側なんだなとか、そういうのを気づいてもらえると嬉しいかなっていう、あのそこにあの作庭糸だったりそういうのがちょっと隠れてるかもしれないんですけど、あの方を早く進めようとさせたりとか、あのその先にいいものがあるっていうのをこう感じてるようなそういうのをこう見ると面白いかなっていうふうには思いますね。特に日本ってその季節感だったりとか自然って本来日本の、まあ、伝統的な暮らし方だったらすぐそこに当たり前のように豊かにやったのに、それが今の生活からだいぶあのなんか離れちゃってるので。取り戻してほしいなって思います、ね、やっぱね庭はあのロックと同じでラブ&ピースだと思うんですよ。愛と平和だと思うんですよ、この空間って、ね、だから今お客さんね、あの通り過ぎたりとかすれ違ったりした時にみんな笑顔でいてくれたっていうのはやっぱ平和であってここを愛してくれてるからだなって思うので、それが10年後も20年後も保たれてればいいなっていうふうに思いますね。はい、その植物の世界というよりも日本庭園が好きで、もう日本ならではこのこういう美だからこそっていうのを情熱を感じて入ったので、それに対する知識とか常にやっぱり持ちたくて、で僕がいいなとこの文化は守っていきたいなと思って、あこれ減ってるなと思ってもったいないなっていうこの気持ちを全てあの、まあ、自分がやっぱ別に庭師っていう肩書きじゃなくても伝えられたらいいなと思うんですよね。だからそれは例えばじゃあメディアを通して日本庭園っていいよねとか、自分が、まあ、庭の中で仕事して日本庭園っていいよねって何の形でもいいかなと思うんですよ。ただ一生この、まあ、僕が出会ったこの、まあ、僕にとって宝っていうのを、まあ、関わっていたいっていうか、そういうのもあります。ずっとこういう形でもう庭師として働いてるというよりは、そういったちょっとこういろんな視点であのちょっと庭を見続けたいなと思います。